サラマルコミ雄星です。今日も昨日に引き続きエキスポにやってきました。では早速エキスポ2020ドバイ万博に行きたいと思います。レッツゴー。アサラマルコミ雄星です。第16話エキスポ2日目、前回に引き続きドバイ万博の様子をお伝えします。それではどうぞ。それではまずは大好きなタイのパビリオンに行きたいと思います。この船はあの王様の行事の時にチャオプラヤ川であの使う船ですね。ちっちゃいサイズだけど。では次はめちゃくちゃユニークな建物のロシアに行きたいと思います。見てこれ、めちゃくちゃすごくない？ロシアのパビリオンも結構すごいです。では次は太陽が最初に昇る国キリバスに行きたいと思います。太平洋に浮かぶちっちゃい島国です。キリバスの場所はあの太平洋のちょうどここで、日付変更線がねちょうどここにあって、一番最初に太陽が昇る国として知られてます。続いて中米のエルサルバドルのパビリオンにやってきました。 Hello. How are you? Yeah, I'm good. All good. Welcome to... 世界で初めて、ビットコインを法的通貨にした国がエルサルバドルです。Investors, all about Bitcoin, all about clean energy. The whole city is gonna be powered by the volcano. はい、それでは次はウズベキスタンです。では行きたいと思います。もう入り口がね、マドラサみたいになっててすごい。というわけでウズベキスタンパビリオンでした。それでは次は北欧のスウェーデンに行きたいと思います。なんかスウェーデンらしい木製の作り。次はあの有名な交響詩我が祖国ブルタバを作曲したスメタナさんが生まれたチェコのパビリオンに行きたいと思います。レッツゴー。チェコはテクノロジーがすごいみたいですね。これは 3D のプリンターで作ったみたいです。さ
さすが音楽で有名な国、ピアノが置いてあります。今度はブルネイダルサラム国のパビリオンにやってきました。では行ってみたいと思います。ハロー。はい、このブルネイは東南アジアのここです。ブルネイって結構すごい国で資源が豊富なんですけど、で資源が豊富だから国王もねすごくお金持ちなんですね。でそのお金を国民にいろんな形で分配をしてるみたいで、だから国民の所得はそんなに高くなくてもみんな裕福に幸せに暮らせてる、そういう国です。今度はイラクパビリオンにやってきました。イラクはメソポタミア文明が栄えためちゃくちゃ長い歴史を持つ国なのですごく面白いです。続いてはまた私の大好きなインドネシアです。行ってみたいと思います。ボロブドゥール。想像以上に展示がすごい。確かタジキスタンは国土の半分以上が標高3000メートルを超える国なんですね。なのでこんな感じで雪山の展示があります。あとはいかにも寒そうなところにいる動物。じゃあ次はアフリカの大きな島国マダガスカルです。はい、この国旗はどこでしょうか。正解はブルキナファソです。実はね、私が10歳の時からずっと行きたかったこの国ブルキナファソ見つけちゃいました。すごく楽しみです。ちなみにブルキナファソは西アフリカにある国です。では早速行ってみたいと思います。ここはジョージアのパビリオンです。ジョージアはワイン発祥の地と言われています。だからワインに関する展示がめちゃくちゃいっぱい。ジョージアは旧ソ連の国だけどキリル文字は使わずに、グルジア文字を使ってます。ここはキューバのパビリオンです。キューバらしくすごくカラフル。ここはインド洋に浮かぶ島国モルディブのパビリオンです。ここはイエメンパビリオンです。イエメンは中東の国です。
こちらはトルコのパビリオンです。ここはカンボジアのパビリオンです。じゃん、カンボジア王国。アンコールワットの模型です。ここはセントキッズネイビスです。日本名だとセントクリストファーネイビスですね。おお、なかなか独特な民族衣装。中央アフリカ共和国の、パビリオンにやってきました。ここは赤道ギニアのパビリオンです。で、赤道ギニアって世界でも珍しくて、本土に首都がなくて離れた島に首都がある国です。ちなみにスリナムの場所は南米ブラジルの北です。見てこれ、熱帯林の中みたい。はい、ということで2日目の今日は全部で23カ国回れました。で、回った国がタイ、ロシア、キリバス、エルサルバドル、ウズベキスタン、スウェーデン、チェコ、ブルネイ、イラク、インドネシア、タジキスタン、マダガスカル、ブルキナファソ、モルディブ、イエメン、カンボジア、セントクリストファーネイビス、中央アジア、赤道ギニア、スリナム、バングラディシュ、パプアニューギニア、ガボン、この23カ国です。いやー、めちゃくちゃ回ってすごく楽しかったです。で、私がね、行く国って大体どんな国か知ってる国が多いんですけど、スリナムに関しては名前と国旗と場所は知っててもどういう国なのか全く知らなくて、新しい発見があってね、すごく面白かったです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。もし面白いと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をしていただけるとありがたいです。それではまた次回お会いしましょう。